どうも、占い師のゲッターズです。アシスタントの奥万です。さあ、本日は東京都の20代後半男性カッシーさんでございます。はい、ありがとうございます。男性ですね。私は看護師を続けて4年目になります。すごい。長く続けていて、辛いこともありますが、やりがいもあり、人のことを考えることが好きな自分には向いてるなと思います。はい、しかし昔から人前に立つ仕事やテレビ関係の仕事にも興味があり、30歳を迎えるまでに転職や学校に通いたいという気持ちがあります。自分に向いてるのか占っていただきたいです。タレントになるってことですか、これ。人前に立つ仕事やテレビ関係の仕事にも興味がある。うん、あ、でも、はい、分かります。芸術系、創作投資を持ってますんで向いてますね。でも加藤さん、あれやればいいのに、ドラマで、看護師さんとか医者のやる時の動きを教える先生っていう会社あるの。俺知り合いの看護師さんは芸能界で辞めて、看護師さんやってる間にその会社いたよ、しばらく。注射打つときはここバット、バットの仕方逆ですとか、その動きだと。なるほどなるほど。ドラマのチェック係っているので、そういうのをやったらいいんだよ、せっかく技術あるなら。芸能美術は向いてるの。でも、でも資格ちゃんと持ってるんでしたら、一旦芸能界とかそういうのも興味あるなら、まだ若いしやってみたらいいんじゃないですか。戻れるしね、看護師さん。なるほど。多いよ、看護師さんって。なんか2年ぐらいちょっとハワイで住んでてみたいな。え、何とらり暮らしとんのこいつと思って、僕の人生こんなにぞと思ったら、次の月から普通に看護師ちゃんとやって。看護師ってすげえ強いなっていう。特に男性だからいいんじゃないですか、やりたいなら。動くんでしたら来年がいいので、来年2020年、になったら、今の現在のところをやめて、まあ芸能関係でもいろいろあるから。テレビはまあ AD だったらいくらでも入れるし、今映像関係忙しいので、どこでもやろうと思えばね。マネージャーも募集してるし、いろんな入り口があるので、すごい、やってみるといいと思いますよ。頑張ってください。向いてます、はい、意外とプロデューサー向いてます。やばい、俺が使われるかもしれない。すごい。でも、あの時のカッシーですみたいな。あの時のカッシー全然わからない。3、2、1、はい。あの時のカッシーが。億万ちゃんつって。だいぶプロデューサーになりましたね、カッシー。おセーターを。相変わらず。だいぶプロデューサーになったな。相変わらず、C タクで。無理な。80年代後半の、90年代前半の、ザギンでつって。あの時のですよ。ヒッチャンス。チャンスじゃないよ。シッカーだ、シーカーだ。生まれてねえだろ、その時20代後半から。その時代を知らないだろ。シーカー、シーカー、シータク。シースーザギ。プロデューサーになってね。幸せですよ、そんなの。まあでもそういう星持ってますから。すごい。あの、一回目指して、まあ、もし名前でも、もし食べても失礼ですけど、看護師という資格をまた生かしてお仕事できますから。それはそれ毎回褒めるわけじゃないですからね。頑張ってますから。いいと思います。やってみてください。以上、ゲッターズでした。ここまでした。